演武開演。どうも、本日は草加せんべいタイム。こちらの黒ごまをおそらくお食べたいと思います。ちょっと他より分厚い気がしますが、一枚一枚に個性の範囲内かな。ではいただきます。はい、決まっていますね。香ばしさも、そして黒ごまの香ばしさ、お醤油とともに来て、醤油だけとはまた違った香ばしい味わいが口の中に広がって、とっても美味しかったです。やっぱり名家のせんべいはただのせんべいとは違います。改めて名家のすごさを実感させられました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。ミサイがよく食べてるのも納得。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。